パリオリンピック五輪閉会式11日日本時間12日フランス競技場閉会式の演出から早くも次回2028年ロサンゼルス大会に目を向ける視聴者が続出した写真真真っ暗なパリとは対照的に明るいロスでパフォーマンスするレッドホットチリペッパーズ注目されたのは時差パリ時間11日午後9時 日本時間12日午前4時に開始された式典の終盤。引き継ぎセレモニーでヒップホップ界の大物スヌープドッグなどがロサンゼルスの特設ステージに登場した。真っ暗なパリとは対照的に、ロスの空は真っ青。この演出によって、4年後の五輪は時間的に見られるのかと投稿が多く見られた。今大会、日本とパリの時差は7時間。 仮に現地午前10時開始から午後11時までの競技を見る場合、日本時間に直すと午後5時から翌日午前6時。夜更かしする視聴者が続出していた。一方、日本とロサンゼルスの時差は16時間。同じく現地午前10時開始から午後11時を日本時間に直すと、翌日午前2時から午後3時となり、早起きが必要になる。この事実に SNS は、 次のロス五輪も時差がきつい。時差の関係であまり見られない気がすでにしてる。また時差に悩まされる。次回は時差16時間。今回よりも見るのが難しそう。夜中から午前中に試合だと仕事で見られない。と悲鳴が相次いだ。